シックウェストテクノロジー、インクは、米国に、かつて存在した、リムーバブルハードディスクの大手ベンダーである。SQ400 ディスクシックウェスト社が発売していた、リムーバブルハードディスクとは、ハードディスクのディスク部をカートリッジに収め着脱可能と、した、リムーバブルストレージの一つである。ハードディスク並みの速度と大容量が特徴で、かつて、米国では、 コンピュータ環境の入れ替えやバックアップ、大量のデータの受け渡しなど、フロッピーディスクにデータの入りきらない用途に使われ、普及していた。ただし、日本ではアメリカに比べ大きなデータやり取りをする、需要が生じる時期が遅く、かつ、工事機ディスクという他のリムーバブルメディアの存在などの諸要因が影響していたためか、あまり普及することはなかった。 シックウェストは1983年に創設され、当初よりリムーバブルハードディスクを製造した。米国ではシックウェストというとリムーバブルハードディスクの別名のように使われていた。様々な製品を発売し市場の最前線を走り続けていたが、1990年代に入ると同業他社、特にアイオメガとの競合にさらされ、次第にシェアを奪われるようになった。 1995年以降登場してくる、双方市場への浸透を図るが、ターゲットに作られた他社のリムーバブルメディアが出てくると、次第にシェアを奪われるようになった。当時リムーバブルストレージには大きく分けて2つの市場があり、リムーバブルハードディスクはその構造上、双方市場で競合する、ジップなどにはコストでかなわないことは明白で、どちらかというと、 ヘビーユース向けに適した製品であったにもかかわらず、あえて、リムーバブルハードディスクを、双方市場向けへ投入したことがシックウェストの経営悪化を招いたと言われていた一時は同じく、フランスのリムーバブルハードディスクベンダーで、シックウェスト互換ディスクの発売もしていた、ノマイ社との株式交換による合併計画があったが、シックウェストの業績悪化を理由に合意に至ることは、なかった。その後、 業績悪化のためシックウェストは1998年11月2日に業務停止、1999年1月に自己破産した。シックウェスト資産はライバル社であったアイオメガに950万ドルで買収された。倒産後もシックウェストのサイトではサポート、在庫品、再生品、各種ドライブメディアの販売が行われていたが、現在は ドライバのリンク先などが記された、ごく簡単なものになっている。買収先のアイオメガも後には他社に買収されており、メディア等の入手は困難。SQ327EG135 イスフライヤーのディスクは、ノマイ社製 540MB リムーバブルハードディスクも、含めて PDC という統一ディスク規格も策定されていた。ありがとうございます。